ルイス・ガースナーは、アメリカン・エキスプレス会長兼最高経営責任者、RJR ナビスコ会長兼最高経営責任者、IBM 会長兼最高経営責任者、カーライルグループ会長を歴任したアメリカを代表する経営者の一人である。ニューヨーク州、ミネオラ出身。1963年、ダー・トマス大学工学部を卒業後、1965年、 ハーバード大学ビジネススクールにて、経営学習士を取得し、米国マッキンゼーカンパニーに入社。その後、アメリカンエキスプレス、RJR ナビスコ会長兼最高経営責任者を歴任し、1993年4月、IBM 発となる外部調整の会長兼最高経営責任者に就任した。 1991年28億ドルに上る創業初の赤字を計上し、1993年までの3年間で累積赤字総額150億ドルに陥った IBM を経営再建し、ネットワークコンピューティング、e ビジネスを提唱した。2002年3月に最高経営責任者を退任、同年12月に会長職を退任した。 2003年1月からは、カーライルグループ会長に就任し、2008年9月まで、同職を務めた。日本経済新聞、私の履歴書心室1956、2011年11月11日閲覧、ありがとうございます。